お前たちか。俺のことを嗅ぎ回ってるっていう。一年は。お前、まさか。やつだ、やつが。そうだ、俺がゴーダだ。ゴーダ、北島から盗んだアキレスを返せ。人聞きの悪いこと言うんじゃねえよ。俺たちはこいつを守ったのさ。守った？ある人から頼まれたんだよ。悪い大人たちや、お前みたいなガキに使われる前に回収しろってな。ガキって、あなただって同じ中学生でしょ。ある人って。レックス、あの人の言うことに間違いはない。レックスって、あのレックスか。え、カズ、知ってるの？ああ、ネットの世界で噂される伝説の LBX プレイヤー。そう、それがレックスだ。レックス、でもどうしてそんな奴がアキレスを欲しがっているんだ。さあな、俺に言えるのはここまで。そのアーマーフレームは俺が店長からもらったんだ。返してもらうぞ。ほう、あれが例のコアスケルト。確かに並の知るものじゃなさそうだ。面白え。試させてもらうとするか、その性能。ほらよ。俺の破壊王にそのアーマーフレームは合わなかったんだな。こいつを使って俺と戦え、俺の破壊王と。破壊王、あれがゴーダの LBX。 お前が勝ったらそいつはお前にやる。だが負けたら俺のものだ、コアスケルトンごとな。一方的ね。ハンデとして3対1でいいぜ。なんだと。よっぽど自信があるのね。どうするな、バン。分かった、そのバトル受ける。奴の LBX は地獄の破壊神と呼ばれている。相手を破壊することで有名な奴だ。やらなくちゃ。こいつは俺の LBX だ。だから俺が守る。覚悟はできたようだな。さあ、早くアーマーフレームを装着しろ。できた。これがアキレス。アキレス、もういいか。待たせやがって。さっさと始めるぜ。さあ、バトル開始だ。壊せ！パワースラッシュ。
まるよ、リーダーの破壊のショーが。まずい。避けろパン。止め。ダク叫ぶ。バケツだ。ウォーリアー。この目に刻め。これが地獄の破壊神、破壊王だ。見せてみろ。バン、チャンスだ。ファイナルブレイクを狙え。そうね、その手があったわ。ファイナルブレイク。バトルで相手のライフポイントが少ない時に必殺ファンクションを決めれば通常より多くダメージを与えられるんだ。勝った。やるしかない。戦闘終了。やったぞ。バカな、破壊王がやられただと。信じられねえぜ。まさかリーダーが負けるなんて。約束通り、アキレスフレームはお前のもんだ。リーダー、いいのかい？あっさり引き下がってさ。約束は約束だ。それを曲げたら男が廃る。合だ。縁があったら、また会おうぜ。さーて、レックスに頭下げに行くとするか。行くぞ。博士はおとなしくされていますよ。新たなテクノロジーに携わる者こそ人間の良心を忘れてはならない。そうおっしゃられるばかりで、我々の思想に賛同してくれるまでにはまだ時間がかかりそうです。分かっています。 AX00 のことはお任せください。あのデスロックシステムがいかに特殊なもので、バトルの最中に破壊してしまえば良いだけのこと。